こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、虚にして行きて実にして帰るです。空っぽで行って充実して帰るという意味で、掃除特殊不変に、立ちては教えず、座しては着せざるも、虚にして行きて実にして帰るとあります。良きし、良き友から良い感化を受けることの例えです。では今から、虚にして行きて実にして帰るを書いてみます。今までご覧いただきありがとうございました。